遠い昔、大いなるドゥアール海の小さな大陸に一つの国家が誕生した。その国の名はエルディーン。巨大な翼をその背に持った有翼人たちの王国。エルディーンは天より授かりし大いなる力の源、太陽の仮面の加護により千年と七ヶ月の間栄えたという。しかしある時、エルディーンは謎の大災厄に見舞われ、理想郷と謳われた大地は一夜にして海中深くへと没してしまう。その原因を知る者は誰一人としていない。エウロペの南部セルセタ地方、わずかに生き残ったエルディーン人たちはかつての栄華を忍びつつ、太陽の仮面と共にこの地に逃れる。未開の地であったセルセタはエルディーンの進んだ技術の恩恵を受け、やがて大陸でも有数の穀倉地帯へと変貌していった。だが豊かさは人々の心に堕落と果てなき欲望を生み出した。セルセタはいくつもの小国に分裂し、互いに争うようになったのである。戦乱のセルセタをその圧倒的な武力によって統一したのは、謀略と圧政によって後に殺戮王と恐れられたアレムという男であった。かくしてセルセタは混迷の時代を迎えるのである。太陽の神殿の最深部に安置されている。だが太陽の神殿に入るには二つの塔の結界を破らねばならない。物言う石によって守られた強固なる結界を。剣士、この魔法だけは永遠に封じておくつもりであった。しかしアレンが目覚めつつある今となっては封印を解かざるを得ない。クレリアの装備をすべて集め、再び我が前に立つのだ。その時こそ、お前に第七の魔法、エルドランの力を与えよう。さあ行け。グルーダを探し出し、クレリア騒動を取り戻すのだ。